皆さんこんにちは、ニマトリックの池田です。今回は前回に引き続きリックパースコンテストの素晴らしい作品群を見せたいということで、優秀作品、二次審査通過作品を引き続きご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速一作品目、ビーチテラス株式会社ガーデンスタイル田中さんの作品です。いいですね。すごいな。前回でも言いましたけど、近景と中景と遠景のバランスがものすごい。いや、いいですね。近景は植物と椅子で、中景は高く止まったチェアが置いてあって、遠景にその出演物が置いてあってっていう、すごいいいバランスで作成されてますよね。これ屋根って吉津って言うんでしたっけ、なんて言うんですか。日本でいうところの吉津ですよね。どうやって確かに、ね、これ何、どう画像を読み込んでなんか上に貼っ付けてるんですかね。いや、これ 3D で作られてるように見えますけどね。じゃあなんか細い竹を何個も何個もってこと、コピーして、どうやってるんだろう。あ、テクスチャーなのかな。テクスチャーなのかな、わかんない。透過付きのテクスチャーで表現してるのかな。テクスチャーを寝かせてるのか、だからまあそう、そういうテクニックかわかんないっていうところも、またこれさすがね、宮さんのクオリティの高さが伺えますね。この影がだからいいんですよね、この不均一な影が出来上がってる。でもそうですね、これが自然さを、自然な感じが特に、あとこれ坪井さん、デッキのこれテクスチャーってすごくいいなと思ったんですけど、いいですね。これは標準ですか。どうでしょう。どうでしょう。ツイモーションかもしれないですね。あ、確かにこの、あの茶色くてのっぺりした感じじゃなくて、もう結構風化した風合いのね、このなんか節とかもついててね。そう、かっこいいですね。リアルな感じです。かっこいいですね。かっこいい、リゾート感あります。あんまり私こう、ここ直したらっていうところはこう目に止まらないんですけど、吉村さん何かあります、ここもちょっとこうしたらみたいな。こうしたらって言えるじゃないですけど、あの、まあ、今みたいな屋根とかデッキとか小物ファニチャーがすごくリアルなんで、この近景の植物のこの解像度、あ、確かにちょっと気になりますね。そう、でもこれあえてこうぼやっとさしてるんじゃないか、あえてかもしれないですね。あ、まあ、近くにあるから、そうピント、はいはい、ピント合わせずにですね。あ、はいはい、だから背景もそうなんでしょうかね、じゃあ解像度。まあ、もしかしたらそこがクリアだったらどんな風に見えるのかなっていう。ああ、なるほど。あとでも、あの、照明を昼でもつけてるっていうのも一ついいなって。ああ、なるほど。思いました。それでは次の作品は、緑のリビングデッキ株式会社大沢ガーデン武井さんの作品です。なんかいい雰囲気ですね。あまりこう見ない雰囲気。これもツインモーションですか、この。なんかツインモーションだと思います、これは。なんかこのインスタで加工したみたいな、このなんていうんですか、ちょっとレトロな風合いに仕上げてるからですか。あの背景の植栽とかは結構リックキャドで見る植栽が並べられてるんですけど、こう、でもそれピントもぼかされて、すごい素敵。本当にめっちゃおしゃれですね。なんかポストカードみたいなんですよね。風合いがおしゃれ。しかも、左側の室内は、あえて多分モノクロしてあるんですよね。ああ、なるほどね。これで、ね、そのリビングデッキやから、リビングの方だけカラーリングしてあるのが、サイドの落とし方、サイドの付け方がすごいおしゃれ。なかなかのコメントですね。本当ですか？デザイナーですか？自称デザイナー。自称じゃねえ。何が作ってると思ってるんですか、いろいろ。どうですか、吉村さん。はい、池田さん言ったら、まあ、だから、やっぱりインテリアの仕上げ方が皆さんすごい上手くなってるっていうのが、ちょっと今までの紹介の中でも言えることで、これもすごいなって、センスがある、すごいなと思うと、まあ、この本とか、まあ、右手前のコップ、このあたりに影が落ちてないんですよ。ああ、そうか。ああ、そうか。上から多分光が結構強いはずなんですけど、
それでそのグリーンの影は結構はっきりとね今できてる感じになりますけど、 まあうっすら確かにあるともっとリアルになるんでしょうね。そうなんですよ。そう言われてみれば、そう言われてみればこの白いソファーのところにもこうちょっと陰影感はあんまりない感じがします、ね。そしたらなんかもっと、もっと雰囲気出るんだろうなと。ああ、なるほど。いやさすが細かい、よく聞いてくれますね、さすが。でもコントラストは本当池田さん言う通りいいなと思いました。いや抜群ですよね。ね、おしゃれだ。素敵です。すごいですね。本当素敵です。はい。はい、次の作品は水辺のヴィラ夕暮れ時、スペースガーデニング株式会社鈴木さんの作品です。もう鈴木さんといえばいろいろ受賞歴も。そうですね。もうスペースガーデニングさん自体が本当に皆さんレベルが高い方たくさんいらっしゃるんですけど。たくさんの方がもう常連という感じでいろいろ受賞もされてるんですが、これもなんかもう細かく見ていったらキリがないぐらい細かくというか、どこまで書き込んでるんだっていう。雰囲気いいですよね。いいですね。まあ、水の表現はね、あのツインモーションならではな感じではあるし、どうですか、吉村さん。あの今まではね、室内からが多かったですけど、これ、外から見た建物の室内の表現も、あの照明の使い方とか、なんか住んでるっていうか、まあ、夜のリビングをこう想像させる、綺麗な表現だなと思って見てました。一点私がちょっと気になったのはこの作品で、このヤシの木がこう、同じやつのサイズ違いが、まあこうちょっと分かりやすく見えちゃうっていう、この表現。まあ、それはリックキャドにいいのがないからだよって言われちゃうと思います。ね、すいません。両手が足りません。まあ、それが一つの要因ではあるんですけども、まあ、こうミラーリングするなり、ちょっと角度変えるなりね、ちょっと違うやつをこう混ぜるとか、したらもっとこう自然な表現に見えたかなというのはちょっと一個気になったところですかね。はい、それでは次の作品です。緑に光をまとわせ、中部建商株式会社福本さんの作品です。植栽がとにかくおしゃれですね。なんか2D 編の山取りですかね。そうですね、確かに。なんか植栽のセンスと、その、まあ、こういう外交流行ってるといえば流行ってるじゃないですか、こう山鳥っぽいナチュラルな植栽を多く入れすぎずに、で6ガーデンちょっと入ったみたいな、手前の砂利感とかもすごいですね。坪井さん、僕もそれも思いました。この砂利いいな。ねリアルですよね。ね、まあ、芝生もなんかこう、微妙なこう起伏というか、なんかすごい自然な感じですよね。のっぺりしてないです、ね。そう、のっぺりどうしてもしがちなんですけどね。しがち。こんだけ芝生張ると結構のっぺりしがちなんです。それは陰影をうまく落としてるからってことですか？どうなんでしょう。もしかしたら細かくこう起伏をつけてるのかもしれない。そんなテクニックでやられてるんだったら相当な労力がかかってますよ。いやでもつけてるような感じに見えます。つけてるように見えますね。でもまあその労力のおかげというか、かいあってこんだけナチュラルに美しくなるんですね。あとこれ坪井さん、関節光というかかなり結構光源使ってるんじゃないですか？そうですね。うまく使ってるんで、まあ、ちょっと明るめではありますけれども。まあでももうちょっとなんで、植栽の影とかが、袖壁の部分は、こう、綺麗に影が落ちていますけど、ね、はい。建物にもうちょっと影が落ちたらよかったかもしれないですね。そうですね。吉村さん好きですよね、建物に影を落とすのね。はい。ちょっと待って、建物に影を落とせ、どういうこと？植栽の影が。植栽の、そうそう。シンボルツリーの影をこう建物に落とすっていうの。はい。よく吉村さんが修正させるポイントでは。まあでもとにかく植栽の剪定とさっきの砂利も、すごい雰囲気ですよ。雰囲気ですね。いいですね。あれどうなんですかね、この縦の煽り具合っていうのはどうなんですかね。私とか貧乏症なんで、このパース作るときにこう、あ、じゃあ煽りありのやつとなしのやつと
昼のやつと夜のやつとみたいな感じで、なんか同じ作品で何枚も作って何枚も投稿したくなっちゃうんですけどね。あれどうなんでしょうね。なんか審査員の印象的になんかこう薄まっちゃう気がするんで、あれ危険なんですよね。あ、人間の心理としてあるみたいですよね、その飽和しちゃうというか。あ、やっぱりそうなんだ、うん、その最初のインパクトになんか薄まっちゃうというか。あ、そう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 、一番最初に見た可愛いと思ったやつの色違いを見続けてると他のものに目移りしちゃうみたいなことあるじゃないですか。なんかやっぱあんまり同じものを見すぎるっていうのはそうかもしれないですね、はいはいはい、よくそれはそれで良くない、うん、あの作戦かもしれないですね。それはそれ、そうですね。でもまあ、でも分かります、気持ちは分かりますね。気持ちは分かるでしょう。いろんなパターンで見てほしいからって、同じ作品でバージョン違いをたくさん出すタイプ、めちゃくちゃ分かりますけど、あんまり過去の優秀作品とか大賞作品見てると、そういうケースの人はいないですね、傾向としては。絞って出されてる。そう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 、やっぱその方がインパクトがあるんでしょうね、審査する側も。まあ来年の審査員どうなるかわからないですけど。されるかも。やっぱりね、すごい作品がたくさん今回も、いやー、やっぱりでも間違いなくその優勝する手前のパースの質がやっぱりすごく上がってる、うん、そうですね。いや、だから全体的に底上げはされてますよね、うん、もうここで、ね、すごいレベルがアップしてて、うん、作品がとってもおかしくないっていうところ、うん、本当に大きな差はないんですよ、うん、そう、大きな差はなくて本当に細かい調整だって、うんうん、あれでも空気感とかやっぱ結構表現、うん、審査の中で結構ちょっとしたところなんですよ、うん、ですよね、うん、なので、うん、ぜひその辺もまたあのご考慮いただきながら、来年のパースコンテストにもぜひご応募いただけたらと思います、うん、はい、はい、それではビッグ TV トピックス、今回もこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。